はい。おはようございます。えー、サムネタイトルはちょっと釣りですね。ちょっと金井先生のことをね、昨日ちょっと褒めたので、今日は悪く言ってこう、バランスを取りたいという。<laughs> まあ、よく見ましたら、懲役先生チャンネル、95,700人、あと4,300名ですよね。はい。そうですね。これが、どう移動するかっていうことです。要は、まあ、あのー、今、 金井先生すごい伸び調子。で、超益太郎サブチャンネルももうここで、どうなんですかもう2万人ぐらい増えてるんですよね。ここ直近で。なので、まあ、この勢いを買って、えー、この私とね、金井先生やっている、共にやっているこのチャンネルも10万人登録いければなっていうことですよね。で、ここも、そうか、もう1万6000人か。うん。あだからまあ、 もうちょっと少なかったんで、2万人弱ぐらい、1万8000人ぐらいか、移動しているので、はい、増えているので、日に1000人ずつぐらい増えてるんですよ。はい。なので、この、蝶き先生チャンネルも、なったらありがたいなって。うん。なったら金くれるっていう。<laughs> まあ、お金っていうか、本当は違うくて、あの、俺だろうがちょっとある企画をやろうとしているんですね。彼は漫画家なので、当然また、えー、画力も上がっていると。 えー、ということもありまして、まあ、ちょっと皆様だけに先に、えー、お伝えするのを直近でやろうと思いますけど、サイン色紙、色紙を書くという形かなにして、どうにかしようと思っているのです。そこで私を書いたり、まあ、黒井先生を書いたり、では、金井先生も書かしてもらってもいいのかなと、もう、それは金井先生が開拓してもらっているので、はい。 あの、そういったことで協力していただけると。まあ、他にはもっと金井先生もいろんな提案してくれてるんですよ。直接お金ってね、やれ。だからこういうことをやったら、こういうふうにしたら、こういうふうにしたらっていうことがある、その一歩なんですよね。で、あの、まずこの長役先生チャンネルね、を10万人登録してから、これを手こ入れするのがいいんじゃないかと。今まで割と、こう、さっくりやってたもんですから、もう少し、こう、 突き詰めてやっていけば、収益率も上がるんではなかろうかという発想からですね。はい。そこにちょっと俺太郎もかましていこうかなっていうようなところになっているということでございます。なので、あの、本当に、あの、ただね、なんか、わちゃ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 褒めたたてるようなことばっかりやってたら気持ち悪いじゃないですか。ね。まあ、で、こういうようなさせてもらいました。ええー。なので、あの、懲役先生チャンネルの方に登録、 していただけるとありがたいな。知らないって方びっくりするかもしれません。これ見てください。あの、私と金井先生が、あのー、もともとね、これ、一つのテーマに戦おう、右に行こう、左に行こうっていうことをやったんです。金井先生が白なら私が黒。ね。金井先生が右なら私が左。上なら下。みたいな戦わせようってやってたんだけど、ずっとやってるうちに、そんなやっぱり、なんか戦っててもなっていうようなことで、 一つのテーマでやっぱ見る視点が違う。ねうん。犯罪者一つにとっても、要するに刑務所入ってる。管理する側と受刑する立場うん。えー、指導する立場とされる立場で見方が違うわけですよね。例えば刑務所、あの事件に関しても。うん。 そういうような見方ができればなということで今やってきて、まあ今だと割と意見っていうか考え方が一緒に近いところがあるんで、よっぽど変わることってあんまりないんですよね。うん。なんで、あの私は感覚的な、よどっちかって言ったらやらかしちゃった側の、あれですよね。うん。 で、学問的な現地で金井先生が語るって、長期先生チャンネルって、まだ見たことがない方がい一度見たちょっと一本一本が長いんでね、なかなかあの癖には、癖がある番組ではありますけど、毎週一回収録して、それを週に3回から4本流すという形でやってるんで、はい。あの、こちらの方もね、応援していただければっていうことになりますので、よろしくお願いいたします。以上です。